は、電動車椅子を使用している。4月1日、電車で小田原駅から木の宮駅まで移動しようとして、乗車予定の30分前に、小田原駅に到着。駅員 A に申し出た。補足、小田原駅には、JR 東日本、JR 東海、小田急、箱根登山鉄道、伊豆箱根鉄道が乗り入れているが、N 氏が利用したのは、JR 東日本の東海道線である。木の宮駅は、JR 東日本の、伊東線の駅であり、通常は、熱海駅で乗り換えが必要となるが、一部の列車が直通運転を、行っている。N 氏から申し出を受けた、小田原駅の、駅員 A は、一旦、15分前に案内すると、説明、買い物などを済ませた後、N 氏は、再び窓口へと向かった。ところが、駅員 A は、木の宮駅は階段しかないので、ご案内ができません。熱海まででいいですか?と確認してきた。これに対して、N 氏は、いや、木の宮駅までお願いします。として、あくまで木の宮駅で下車することを、希望しました。補足、木の宮駅は、地下通路を通って、階段を上ってホームへと、向かう構造となっています。終日、無人駅であり、エレベーターも設置されていません。N 氏は、階段を降りられるよう、駅員を3、4人、木の宮駅に手配してほしいと、頼みました。これに対し、別の駅員、B が、そのような対応は、していません、と説明。さらに、別の駅員、C も出てきて、熱海駅へ行くように促されています。この時点で、予定した電車はすでに発車しており、最終的に、予定から1時間後の電車に、乗って、N 氏は小田原駅を出発しました。小田原駅の駅員からは、熱海でのタクシー会社の電話番号をもらったものの、対応できるかは、わかりません、と、N 氏は言われていました。N 氏が、当初の予定の1時間遅れで、熱海駅に到着、すると、熱海駅では、熱海駅の駅長、D を含めて、4人の駅員が待っていました。4人の駅員は、N 氏と、木の宮駅まで、伊東線の電車に同乗。4人の駅員が、電動車椅子を階段の、下まで下ろし、N 氏本人は、同行していた、ヘルパーによって、階段の下まで降りたようです。N 氏は、駅長 D から熱海駅の、電話番号をもらい、翌日の帰りも、熱海駅から駅員に来てもらい、木の宮駅から、帰りの電車は、予定通り乗車することができた、とのことです。以上が、起承転結の、起承転になります。ここでお話が終われば、最初にトラブルは、あったものの、最後は良い方向に終わった、という話にできたのかもしれません。しかし、ここからが、この話の本題へと入ることになります。旅行から帰った翌日の、4月3日の夜、N 氏は、自身のツイッターで、旅行へ行ったことを、写真と共に投稿。車椅子の私は、乗車拒否に遭い、と、言及しています。さらにその翌日の、4月4日、11時頃、N 氏は、今回の出来事を、詳細に書いた、ブログを投稿しました。さらに、ネットニュースを中心に、このブログの内容が拡散され、N 氏と JR 側の対応について、賛否両論の議論が巻き起こりました。弁護士 .com の取材記事によると、JR 東日本、横浜支社側は、小田原駅で、木の宮駅では降りられないと、案内したことは事実、とした上で、到着する直前まで、なんとかできないかと調整を、続け、結果として、小田原駅での案内と、異なる経過になり、お客様にご迷惑をかけしましたことは申し訳ない、とコメントしています。一方、JCAST ニュースの取材によると、乗車拒否とは認識していないです。とも回答しています。無人駅については、車椅子の事前予約は不要だとしながらも、通常よりお時間を、いただくことを理解してほしい、とのことです。以上が、この出来事に関する、起承転結となります。次は、この話の争点を、詳しく見ていきたいと思います。N 氏がブログで主張しているのは、次の4つです。小田原駅と、熱海駅の言うことが、全く違ったところ、どうして急に、熱海駅の対応が変わったのか。熱海駅の、駅長 D さんは、車椅子への対応を、したことがないようで、N 氏が質問したら、それを調べ、対応してくれる形だった。車椅子ユーザーは、利用者に入っていないのか。これらが、ブログの記事内に書かれていました。
これに対する、JR 側の反論は、次のようになるかと思います。まず一つ目に、小田原駅と熱海駅で言うことが、全く違ったのは、小田原駅の対応が、マニュアル通りの対応であったからで、管轄の違う、熱海駅の駅員に対して、マニュアル外の対応を、しろ、ということが、できなかったためではないかと、考えられます。二つ目の、熱海駅での対応が、急に変わったのは、取材記事のコメントでもあったように、熱海駅到着の直前まで、駅員の手配を調整していたからでしょう。そして三つ目については、こればかりは個々の事情によるので、私からは何とも言えないのですが、駅長は、必ずしも、駅員を経験してから昇進するわけではありません。JR も会社ですから、人事異動次第で、全くの畑違いからやってくる人がいても、おかしくはありません。ましてや、当日の、4月1日といえば、新年度の初日です。そういったことで、全く車椅子利用者への対応をしたことがない人だったとしても、ありえない話ではないでしょう。そして最後の、車椅子ユーザーは利用者に入っていないのか、という反論についても、記事内のコメントである、乗車拒否とは認識していない、という一言が重要かと思います。起承転結で見てもわかる通り、N 氏は、最終的には電車に乗車して、木の宮駅で乗り降りすることもできました。省の時点で、問題だったのは、下車駅が木の宮なのか、熱海駅になるかがわからないということでした。つまり、この時点での問題は、乗車拒否ではなく、木の宮での降車拒否でした。ここで、一つ考えてみましょう。もし、熱海駅から、4人の駅員が手配されず、木の宮駅での降車を強行していたら、どうなっていたでしょうか？都合よく、その場に居合わせた人が、手伝ってくれていれば、同じような結果になったかもしれませんが、最悪の場合、階段で転倒して、大怪我に発展したり、後続の電車の乗務員に、苦情を訴えて、列車に遅れを与えていた可能性もあるでしょう。いずれにせよ、JR 東日本にとっては、現状よりも、悪い結果へと繋がっていた可能性が、高いです。つまり、JR 東日本にとっては、マニュアル外の対応までしているのですから、考えうる最善の答えと、行動をした、と言えるはずです。小田原で3人、熱海駅で4人と、少なくとも7人に影響を、与え、結果としては、N 氏も希望通りの場所で、乗降できているのですから、JR 東日本は、感謝はされても、非難される筋合いはないはずです。次に、N 氏のブログ記事を読む限り、N 氏の言動には、いくつか不可解な点があったことを、指摘したいと思います。まず一つ目は、N 氏は、木の宮駅の構内図を、事前にインターネットで、確認していたことを書いていました。つまり、この話の、木、より前の時点で、木の宮駅に、階段しかなく、エレベーターがないことも、事前に知っていたのです。にもかかわらず、N 氏は、1階の図の表示しかなく、上りホーム側に階段があり、下りなら階段なしなのかなと思い、行ってから考えようとなりました、と書かれています。インターネットでそこまで調べられるなら、なぜ木の宮駅の現地画像を検索しなかったのでしょうか。 JR のサイトをチェックするよりもよっぽど早く解決するのではないかと思います。もう一つは、移動や交渉の合間に新聞社数件に電話をし、帰るときは取材に来てもらったので、これから記事になる予定です、と書かれていることです。このことからも、最初から JR と当事者同士で片付けるつもりはなく、広く拡散することが目的だったのではないかと疑われても仕方がないのではないかと思います。この他にも気になる点はあるのですが、まとめますと、この話の論点は主に次のようになるのではないかと思います。 JR が電動車椅子の乗客に対し、対応できない駅があることに対する、ぜひ、当初の説明では対応できないとしていたのに、結果的には、駅員を手配して、対応したことへのぜひ。N 氏は、予定より遅れたものの、希望通りの駅で乗降できたにもかかわらず、JR に対して感謝よりも、批判する内容を記事にしたことへの、ぜひ。そして、最初から、JR を標的にした行動だったのではないか、と疑われていることの真偽。これらの4つに集約されるのではないかと思います。参考となりそうなリンク集を動画の説明欄に記載しておきましたので、この先はそちらをご確認いただければと思います。